やっぱり試着したいんですね。あ、そっかそっか。メーカーによって全然違うんで。あ、確かに。はい、確かに確かに、嘘これで M とかそういうことありますからね。はい。あ、そうなんだ。じゃあその5L って書いてあっても小さかったり。ダメですね。あ、そうなんですね。3L なのにめちゃめちゃでかいとかもあるんですよ。あ、そうなんですね。はい。それはデザインでそうってわけじゃなくて、モデルさんで見る感じとまた違うものが届いちゃうみたいな感じですか？違いますね、はい。そうなんですね。なんかその元々企画自体が間違ってんじゃないの、うんうん、みたいな。ああ、海外のとかってそういうことありますよね。でもこれも海外も、うんうんうん、これ海外ものの 2L だからでかいですよとか。はいはいはい、言う言う。で、もうこっちが絶対無理だよって言っても大丈夫ですって、海外製ですからって言ってはいはいはい、はい、セールとしてくるんですよ、店員がはいはい、はい、で来てほらなって言ってすみませんってあ、でも多分その店員さんもやっぱりなかなか大きい人がいないから、わからないんでしょうね、感覚が。なんかいつもそうやってこの恥かかせやなって思うんですよあ、そこは恥ずかしいんですね。恥ずかしいじゃないですか、うん、まあ、そんなちっちゃい服着せられて確かにちっちゃい服着るほど恥ずかしいことないですよで、俺バイトの制服着れなくてバイトを初日で辞めるっていうこともあったんで。あー、そっかそっか、はい、確かに。で、それも、まずバイトのその面接の時なんかも、その何か気になることありますかって、なるじゃないですか。はいはい、言われます。制服のサイズですって言うんですよ、必ず。はい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 、はい。で、あ、うちはでっかいのまで用意してるから大丈夫ですよって。で、当日行ってみたら着れないんですよね。あー、せいぜい 3L ぐらいなんですね。はい、はい。ちっちゃいんですよ。はいはいはい、はい。ちっちゃい。恥ずかしいですね。で、これはその、人権問題だと。こんなのでは仕事できないと。こっち見て言ってるから大丈夫だと思っちゃうんですよね、はい、まあ確かにね、そうですよね、急に太ったりしたわけじゃないですからね、はい、でそんなバイトの面接なんか OK ってなったら何日後からじゃないですか、はい、はいはいはい、そんな何年も開かないし、そうですね、はい、何年も開かない、はい、それで着れないんですよね。で、じゃあ悪いけどなかったことにってなっちゃうんですか。いや、あのこっちからですよね。ああ、もうこんな着てらんないんで、はい、ああ、そっかそっか、すいませんけど、そのあ、やめますっていうか、そのやってないんで、はい、やりませんですよ、ね、ああ、そうですね、はい、はい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 、まあでも制服作るってなるとね、またそんな1日2日じゃできないし、はい、本当にその、SSS ぐらいの、はいはいはい、着てやってみてくださいよ着れないです、まず恥ずかしいですからわかりました。いやでもブカブカの着るのも恥ずかしいですけどね。あ、俺ブカブカのは大丈夫ですね。え、本当ですか。ズボンが長いのとか恥ずかしいですよ、はい、あ、いかにも足短いです私みたいで。あ、それは大丈夫ですね。そうなんですか、はい、裾分けすればいいんで。ああ、まあそっか、まあまあ確かに長いのはね、切っちゃえばいいとか、はい、まくればいいとか、うん、確かにピチピチはもうどうしようもないですもんね。チャックが閉まってないとか分かっちゃいますもんね。もう変態じゃないですか確かに確かに体のラインがね全部出ますしね、はい、何のプレーだよみたいな確かに周知プレイっぽいですねなるほど。変っていうことありそうですね。他の人が気にしないようなことも気になりそうだから。なりますよ。うん、なんかそのフェイスブック読んでると大変だなと思うこともありますね。すごい考えちゃったりしますよね。あの、これはなんでなんだろうとか、これはどういうことなんだろうとかっていうのを、はい、自分で納得しないと、納得しないと気持ち悪いじゃないですか。うん、はい、その気持ち悪いだけなんですよね。はいはいはい。
で別に興味のないことは分かんなくてもいいんです、うん、ああまあ確かに確かに、もうそれ仕事に関係することだったりすると、はい、なんかこう説明つかないことをやってることがなんかもう気持ち悪いんですよね。確かに、まあなんかそれは分かりますね。でもこういうことって、はい、説明つかないことも多いじゃないですか。いろんな説があったりとか。あ、それは、うん、あの説明がつかないという答えが出てるじゃないですか。ああ、そっかそっか、はいはいはい、はい、なるほど。だからその今の段階では説明がつかないなっていうことが分かるまでは考えないとダメですね。あ、なるほど、はい、自分で全力を尽くしたっていうことがあれば、そうですそうです、それで分からないときはまあいいやって思えるんですね。納得できるんですよ。あ、なるほど。でも最初から何も考えないで、はいはいはい、これはなんでだろう、分かんない、あ、分かんなくていいやってはちょっとなんないんで。ああ、そうなんですね。なるほど。これって全然足りないですか。うーんっていう感じです。うーんって感じですか。そうなんですね。腕を上げるように頑張りますね。今の私の実力では丹野さんを満足させることはできないです。もうでもこればっかりはこう力とか体格的なもんだからしょうがないですよね。そうですね、ちょっともうちょっと体重を増やして押してる感はすごいちゃんとあるんですけど、はい、あ、ここ感じないポイントでしたっけ。足りないなって感じします。そうですね、まだちょっと、はい、まあでもそれでも耳に比べれば感じますけども、はい、はい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 、もう一押し欲しいなっていうぐらいな感じですかね。こうでどうですか。いやもう二押しでした。二押しだった。すいません。二押しはちょっと無理でした。こういう方もいらっしゃるんだなっていう、はい、まあ、私はもう今までにもそんな強押ししますとは言ってないんで、はい、まあ、とりあえずその強押し してもらえると思ってきたのに嘘つきみたいなことはなかったんで、はい、いいんで、まあ、そこはいいんですけど、結局自分が受けられないから、うんうん、もう逆に言えば、うん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 、あのお金使ってくれるんじゃないのかなと。ああ、そっかそっか、はい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 、はい、だって他に行けないですからね。うん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 、で割とそのリピートすれば永続的に受けるじゃないですか。うんうん、そうですね。だからその少ない層を総取りしちゃおうかなって思ったんですよ、うんうんうん、なるほどね。それうまくいけば本当にウハウハですもんね。はい、ただ疲れますけどね。そうですよね、汗がねすごいかきますよね。でも結局その誰でもできることをやっちゃったら勝負にならないなと。あ、はいはいはい、だからその自分にしかできない道ってなんだろうなってなった時に強もみだったんですよね。なるほど。でその強もみ受けたい人の気持ちも分かるし、田野さんってあんま首動かないですかね。これちょっと横しっかり向けるのってちょっときついですかね。あ、もう全然ダメです。全然ダメですね、はい。ここで止まっちゃいますもんね。横向けないんで。横向けないですね。あの、はい、車線変更しないんですよ。どういうことですか。車線変更しないとなんか難しいじゃないですか。運転大変じゃないですか。もうダメな時は、はい、もうずっと止まって、はい、あの車がいなくなるのを見計らって車線変更するとか、あとはそのもう車線変更できなかったらまっすぐ行っちゃいますね。はい、あ、じゃあ遠回りになっちゃったりしても、はい、もうだって首横向けないですから。